山本ジョージは日本の演歌歌手。山口県下関市出身。血液型 A 型。所属事務所はジョージプロモーション。レコード会社は定築エンタテインメントに所属している。こと五郎のペンネームで楽曲の作詞、作曲も行っている。ラテン文字表記はジョージ山本を使用する。妻は女優の植木悦子。長女は歌手の山本ことの。 早友高等学校在学中3年生児の1967年夏山口県代表として第49回全国高等学校野球選手権大会に出場。1回戦で松商学園に0から3で初戦敗退に終わったが大打出場としてヒットを放って1塁に出塁した。演歌歌手になりたくて上京。多くの職を転々とする。 クラブの防イ時代、お客の飲み残しのビールを飲み干す。中には、タバコの吸い殻がたくさん入っていた。肝臓を壊しやむなく帰郷、ひっそりと療養生活を送る。母親の知ったで、強い決意を持ち22歳で、再び上京。再び職を変えながら、スナックでギターを手に2年間弾き語りを続ける。たまたま店に来た、浜啓介に誘われ芸能界入りした。 1974年、映画、ダーテハリーにかけて、ダテハルキという芸名で、ビクターからシングル、よぎりのあなたでデビューしたが、パッとせず、崖っぷちに立たされた。最後の決意で、北島サブローの仕事場に何度も足を運び頭を下げ、十数回繰り返した時に、北島から突然カバンを渡された。すなわち、カバン持ちになるという意味であり、以降2年間、 北島の月人を務める。25歳だった。これを契機に1976年、読売テレビ制作の歌謡オーディション番組、全日本歌謡選手権に、出場、思い出岬や、中野島ブルースなどを歌って10周勝ち抜いた。本名の山本ジョージ名義で、ポニーキャニオンから再デビューしたが、泣かず飛ばずが続く。1980年、30歳の時に、 道のく一人旅をリリース。北島からは、この曲でダメなら、もう諦めろと言われていたという。この曲も発売当初は売れず、ヒットにはさらに10ヶ月を要した。1年近く経過後、1981年、富士テレビの夜のヒットスタジオに注目曲として出演すると、大きな反響を呼び大ヒットし、スター歌手への仲間入りをようやく果たす。 道のく一人旅で1981年末の第23回日本レコード大賞ロングセラー賞を受賞し、同局で第32回 NHK 紅白歌合戦に初出場した。最終的なレコード売り上げは130万枚を記録した。当時はテレビ番組の企画で無人の甲子園球場のマウンドでこの曲を独唱したり、さらに TBS テレビの ザベスト展では上半身裸でふんどし一丁の姿をさらけ出しながら歌唱したこともあった。こうした経緯から北島ファミリーの旗頭的存在となった。また北島がレギュラー出演していた時代劇ドラマ暴れん坊将軍では北島に代わり1997年から長次郎役を演じエイトシリーズから800回スペシャルまでレギュラーとして出演した。 また北島がめくみの頭時代に、辰五ごろうに恨みを持つ役、めくみの投稿番後は、萩藩主、モーリー吉本役で、ゲスト出演している。平成に入ると演歌が急速に衰退し、1999年には、所属していたポニーキャニオンが、演歌、歌謡曲部門の廃止を決定したことから、定築エンターテインメントへ移籍した。2000年には、移籍第一弾、シングル、 花も嵐もを発売した。2007年1月1日付で北島音楽事務所から独立し、個人事務所の常時プロモーションを立ち上げた。のれんわけの形であり、今も北島音楽事務所とは業務提携という形で強いつながりを持っている。2009年7月、右耳内部に良性主要ができていることが明らかになったものの、 除去手術を行った場合顔面麻痺が残る可能性があることから手術するかどうか迷う胸中をブログに綴った。7月23日福岡放送明太ワイドに出演。もともとキャンペーンの一環として出演が決まっていたものの病気を受けて急遽内容が変更され山本が経緯と今後の決意を語った。番組では左耳に聴覚補助イヤホンをつけて やっと普通に聞こえる状態であったが、ファンの励ましのメッセージが力になった、胸発言している。2017年6月30日、フジテレビの訂正させてくださいに出演した際、右耳の聴力を失ってから8年が経過し、左耳も聞こえなくなっていることを明かした。2021年、根樹宝賞受賞。酒によって、前川清の家でウォシュレットを使い、 便所を水浸しにしたというエピソードがある。その前川や吉幾三は親友である。鳥羽一郎と二人で10分で一生の日本酒を開けたという話もある。これは、うちくる出演時の発言であるが、この時は一件目からビール、焼酎などを飲み続け、番組の途中から完全に酔っ払っていた。2005年、故郷、山口県に、 社会人野球のクラブチームを設立する計画を表明した。チーム名は山口キララマウント G で総監督に就任した。同球団は黒い霧事件による永久追放を解除され、復権したばかりの池永正明を監督として招聘するなど、話題性もあり高い注目を集めた。2012年の第84回選抜高等学校野球大会に、 母校の早友高等学校の出場が決まった際には、自らのブログで、俺の時以来だもんな、ぶち嬉しいけ。と、喜びのコメントを発し、母校を援助するべく寄付金を募り、自ら応援団長を買って出る意気込みを見せている。2010年、関門、常ジ,ジの名で、関門地デジ進めたい隊長に任命された。地元下関では長らく、 北九州市の皿倉山から発射される電波をアンテナで直接拾う世帯がほとんどであったが完全デジタル化によりその視聴エリアが狭まる。NHK 山口放送局などではこれを地元に視聴者を奪い返すチャンスと捉えておりアンテナの方向転換などの呼びかけを行っている。同局大使、牛田真由が出演した同年7月24日。 放送の PR 番組はそのことを周知、徹底するために、北九州局の総合アナログ派まで使って放送され、その番組において山本が関門、常時として登場し、県西部地域における地デジ化に貢献する胸の挨拶を行った、伊達春樹に関するカテゴリー、ありがとうございます。